フリードリヒビューラーはオーストリア出身のピアノ奏者、ウィーンの生まれ。6歳からマリウス・シュデルスキーの下でピアノを学び、1915年にウィーン音楽舞台芸術アカデミーに入学して、フランツ・シュミットにピアノ、フェルディナント・レーベに、四季法、ヨーゼフ・マルクスに音楽理論を学んだ。1923年にはピアニストとして、 欧米の演奏旅行を観光して、名を高めた。ピアニストとしてのビューラーは、マックス・レーガーや、ハンスプ・フィッツナーの音楽を積極的に紹介する。一方で、アルノルト・シェーンベルク、パウル・ヒンデミット、ベーラバルトーク、セルゲイ・プロコフィエフや、イゴール・ストラビンスキーらの音楽にも理解を示し、自らの演奏レパートリーに組み入れた。 ピアノ教師としてのビューラーは、1922年から1932年まで母校で教えた後、1934年から1936年までマンハイム音楽大学に転出した。1936年からキールで教鞭を取り、1939年から1945年まで母校に戻って教えている。 第二次世界大戦後は1948年から1951年まで、ザルツブルクモーツァルテウム、1952年から1958年まで、マンハイム音楽大学のピアノ科教授を務め、その後は1968年までミュンヘンで教えた。弟子には、ハインツバルター、ヨハネス・ウンフリート、ハンスカン、フランツ・ケイ・ニヒスホーファー、ハーラルト、ゲルツ、ローベルト・ショルツ、 アダルベルト・スコチッチ・イッセイ、バルターゼン、ダテ・ジュン、ジェフリー・パーソンズ、フェリックス・プロ・ハスカ、ホルスト・マテウスなどがいる。ABC、イーステレイシシャス・ムージーク・リグシコン・オンライン2019、エンサイクロペディア .com、ハット・ラオシュ、アレクサンドル・ワルター・ハインズ。イーステレイシャス・ムージーク・リグシコン・オンライン。2020年2月5日、閲覧。ファストル・クリスチャン。 アンフライド、ヨハネス。イーステレイシシャス・ムージー・クリグシコンオンライン。2020年2月5日、閲覧。ハラント、アンドレア、カーン、ハンス。イーステレイシシャス・ムージー・クリグシコンオンライン。2020年2月5日、閲覧。ハラント、アンドレア、コニヒスホーファー、フランツ。イーステレイシシャス・ムージー・クリグシコンオンライン。20年2月5日、閲覧。 ヒルシャー、エリザベートス、ゴーツ、ハラルド。イーステレイシシャスムージークリグシコンオンライン。2020年2月5日、閲覧。ラオシュ、アレクサンドル、ショルツ、ブルーダー。イーステレイシャスムージークリグシコンオンライン。2020年2月5日、閲覧。ファストル、クリスチャン、スコシック、ファミーリエ。イーステレイシャスムージークリグシコンオンライン。20年2月5日、 閲覧。ボイジッツ、バーバラファストル、クリスチャン、セン、ファミリエ。イーステレイシャス・ムージー・クリグシコン・オンライン。2020年2月5日、閲覧。伊達ジコトバンク。20世紀西洋人名治点。新鮮芸能人物辞典明治平成。2020年2月5日閲覧。ラパート、マックス、パーソンズ、ジェフリー。 グローブミュージックオンライン2020年2月5日、閲覧。ラオシュ、アレクサンドル、プラホスカ、ファミーリエ。イーステレイシシャスムージークリグシコンオンライン2020年2月5日、閲覧。アイブル、マーチン、マッティアス、ホルスト。イーステレイシャスムージークリグシコンオンライン2020年2月5日、閲覧。ありがとうございます。